サッカーベトナム代表のエースイコールグエンコンフォーンが、K リーグインチョンユナイテッドにレンタル移籍が決まり、本日入団会見が開かれた。以下、グエンコンフォーンの一問一答。ハイフン入団の心境は、素晴らしいチームに入団することができて、とても嬉しい。これまで一生懸命にやってきたが、 これからインチョンの選手としてベストを尽くし、希望を捨てずに臨みたい。ベトナムサッカーを韓国、そしてインチョンに紹介できる選手になりたい。ハイフンインチョン移籍を決めた理由は、韓国サッカーが発展していることは知っていた。この2年間、パクハンソ監督を通して韓国サッカーについて、より知ることができた。 各監督を通して、韓国サッカーの優れた点をたくさん学んできた。ルアンス・アンチュン選手から情報を聞いていた。素晴らしいチームということを知り、選択した。ハイフンジェイにミトでのプレーを経て、成長した点は、長所は、2016年以降、体力や動き、守備能力を改善できた。 僕の長所は狭いスペースでの動き。韓国選手の身長は高いが、僕の長所を活用することができると思う。ハイフンパクハンソ監督について。パク監督から、たくさんのことを学んだ。韓国サッカーをベトナムに適用させてくれる監督。監督には本当に感謝している。 ハイフン系リーグ進出は、ベトナムにとってどのような意味があるか。他の選手にとって刺激となる、いい機会になると思っている。より多くのベトナム選手が海外に進出すれば、ベトナムサッカー全体が成長できるだろう。ハイフンゴール目標は、FW は、ゴールを目標にするという点は確かだ。しかし、 アシストも意味のあることと考えている。誰がゴールを決めるかは重要ではなく、チームの勝利に貢献することが重要だと思う。ハイフン韓国選手の中で、目標とする選手は、ソンンミ民選手については、よく知っている。K リーグ選手の顔はわかるが、名前までは記憶していなくて。